いうわけで、チョコちゃんやってきてくれました。いや、チョコちゃん、相変わらず素敵な頭ですね。いい感じになってますね。どうですか、7月になりましたけど、何か7月になって楽しいことはありますか？七夕どうなるかな。あ、七夕は多分雨でしょうね、きっとね。毎年毎年あんまり晴れてるような記憶はないですけどね。まあ、七夕を楽しみにして7月を乗り切っていきましょう。そしてね、7月の後半には土用の丑の日がやってくるんで、うなぎが美味しいですよね。まあ、そんな楽しい思いもあるので頑張って葛藤していきましょう。以上、チョコちゃんでした。頑張ってね。さよなら。